こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今回の動画では村にあるサブ任務に対して親分ポケモンを渡せるものは渡していきたいなと思います。まず一つ目、受けに行ってきましょう。この方のやつだったらいけるかも。コリンクの耳に変わった模様があったと思うんだが、ダメだ、思い出せん。でもこのモヤモヤを晴らしたい。あんた調査隊なんだって。コリンクを捕まえたら店に来てくれとお願いされました。コリンク、親分コリンクちょっと捕まえに行ってきましょう。いるところはここかな。いた、発見。これも多分ランダムで選ばれてくるんだと思うんですけど、たまにいないんですよね。たまにいないとか言って、今ね、おお、出ちゃった。10回ぐらいかな、多分。帰って戻って、帰って戻ってってやってやっと見つけた感じです。だから、あー、なんでそんな近く見つかるん。ちょっと離れよう一回。そうだから、多分なんですけど、感覚的にはここ何体も出る、親分たちからの選抜だから、結構ね、割合が低いんじゃないかなってちょっと思ったりします。これはこっちのコリンクに見つかったやつね。ちょっと待って、音か、音な気がするな、コリンク。やめて、いけんのかな。ちょっとさ、本当は近づいて取りたいんですよね。レベルも、ね、低いはずなんだ。あ、来た来た来た、逃げる。夕方になってしまった。これこれこれで親分のコリンクの答えを渡したらどういう感じになるのか楽しみです。で、でかい。こんなにでかいコリンク初めて見たぞ。耳の模様がはっきり見える、よかった。さて、丸い耳の模様はなんで背中見せてるんだろう。星、見やすいね。ちょっと待って、もうちょっと画面が上に、カメラがもうちょっと上になってほしい。切れてる。画角から出てる黄色い十字、これだよ、星みたいな模様。喉に小骨が刺さっていたようなモヤモヤがあったが、すっきりした。あんたのおかげだ、ありがとう。これ大きい答え持ってきてよかったかも。見やすくなったようで何よりです。コリンクとルクシオとでは耳の模様が違うんだよな。ですね。記念に1枚どうだい。そういえば、まだ1回も撮ってない。君、連れているポケモンとの思い出を写真に残さないか。ちょっとやっていきなよ。やってなかった。初めて来た、ここ。写真屋さん、いろんな写真が撮れるんですよね。ちょっとコリンクからの流れで来ちゃったんだけど、なんかあるのかな、ここも。うちはポケモンとの撮影が売りでね、記念に1枚撮っていかないかい。誰と撮ろう。陽気仲間へ。ナイス。なんか、これは、のぼりのポーズ。奇抜仲間へ。これ多分いろいろできるってことなんだね。言ってる意味は分かった。じゃあ私は出る。何？ねえねえ、ポケモン、なんて名前？どんなポケモン？何の話？お、跳ねるよと声切り、跳ねるよ。跳ねるって何？強い？かっこいい？飛べる？まあ、空も飛んでるよね。飛べない。かっこいいよ。かっこいいの？なんでかっこいいの？どこがかっこいいの？ね、なんでなんで？進化すると最強になるんだよ。空飛んでるのいるんだよ。ねえねえ、もっと教えて教えて教えて。この子かわいい。コイキング、いっぱい調べてね。図鑑できたら教えてね。多分ね、できてる気がする。あれ、これ渡せるのかな？
ちょっとわかんないんですけど、コイキングって親分いる？親分個体いるのかな？ちょっと探しに行こう。ちょっと行ってきます。もういた。これでかいだけ？いやでも目光ってる気がする。これそうじゃない？えっぽいですよね。いや多分そうでしょう。逃げちゃうかな。いや多分あれ、これ親分だと思う。赤いもんね目。おお来た来た。え親分じゃない？多分大きいサイズを捕まえた。なんか意外とここにいるコイキング大きいんだけど、あれもなんか遠いけど大きい気がする。あ、ダメか。そんな行かないわけね。これは？遠いな。いや、みんな遠い。あー、危ない危ない。こっちちょっと違うよね。さっきだって目赤かった気がするもんな。まあ、もうちょっとこの辺にいる親分たち、ちょっと捕まえて帰ろうかなと思います。せっかくだから。いた。あ、足元落ちちゃった。ダメか。これって2体になってる。腕力だけじゃないね。よしよし。なんかプルプルしてる。大丈夫かな。これ腕力ですね今。あ、ピンプくんちょっと欲しいんだけど。初めて見た。捕まえられるかな。あんまり使わないからギガトンボールにします。最近ずっとなんかヘビーボールを投げてて、ギガトン系のボールっていうんですか、もうちょっと性能がいいやつってあんまりね使わないんだよね。とりあえず投げるだけ投げてみようか。一個ずつメガトン。本当は見つからずに一発でゲットしたかったんだけどな。お、入った。ピンプク親分びっくりした。ここ出るんだね。なんかあのいろいろあるから取りに来ただけなんですけどね。ここほい、ちょ鉄とかも落ちてるので、ここの道私最初に結構来るのでよく来てたんだけど、ピンプが初めて見ました。びっくりした。いるんだね。ここすごくいいですよ。でね、まだ開けてなかったから開けとこう。これポケモン使って壊せる岩です。下まで出れました。よっしゃ、戻ってきました。コイキングの親分も見つけてきたので、図鑑見せて、もしかしたらポケモン見せてって言われるかもしれないから用意だけはしてきた感じです。図鑑はねできたので、これでいけるかな。コイキングの図鑑いっぱいわかった。私コイキング博士めっちゃ可愛い。え、教えてあげる。サザンカちゃんに聞いたの。何の話？サザンカさん
あのコイキングね、サザンカちゃんが作ったんだって。へえ。でもね、本当はギャラドスが良かったんだって。え？ギャラドス強くてかっこよくてお空飛ぶって。確かに飛んでるよね。コイキングはギャラドスになるって。調査隊さん、ギャラドスもいっぱい調べてね。あれ、ギャラドス調べてこなきゃダメ？これ続きがある感じではない。続きはない。コイキングね、たくさん跳ねるんだって。うん、跳ねろコイキングだよね。え、サザンカさんサザンカさんってあの銀河団の建築隊の隊長さんなんですよね。本部の中の2階にいる方で、すごいね、美人な方なんだが、この人この人、え、なんだろう、コイキング作ったの？あれ？よう、時空の裂け目の写真見せてくれよ。え、コイキングの話しに来たんだけどな。写真？ラベア博士が記録として撮影したものなんだよ。ん？なんでも博士曰く、時空の裂け目とはいくつもの宇宙が重なり力が飽和して、いやー何言ってるんだかちんぷんかんぷんなんだけど、絵にするために預かっていたんだ。それでよ、仕上げをするためにあんたに質問したくてさ。知らんかった。なんか話に来なきゃいけないことあったっけ。え、間近で見た裂け目どんな印象だい？時空の裂け目の印象か。力か恐怖。恐怖にしてみる。ちょっと怖かったよね。あ、わかる。怖いが力がすごすぎるからだな。ん？これどっちの説問を選んでも一緒かな。建築用の綺麗な図面とは違う。こいつは感情ぶつけねえとな。ん？かけた。裂け目から落ちてきたライスの言葉を聞いたら仕上げまで一気だったぜ。絵の名前はとタイトルは一緒なんだけど、タイトルは無罪だな。見た人が好きに感じればいい。言葉は不要だろ。絵はどうするの？それを時空の裂け目だが、みんなが恐れを感じただろう。記憶も生々しいだろうし、しばらくは飾らないでおこうかと。時空の裂け目もいずれ忘れ去られるだろう。未来の何も知らねえ人間がこの絵を見て何かを覚えばいいよな。では隊長に託してくるわ。ありがとうよ。隊長じゃなかった、団長。エデンボクさんのとこですか。ちょっと行ってみる。見せてはもらえないかもしれないけど、なんだろう、え、裂け目の絵？裂け目の絵って、え、ちょっと待って、裂け目の絵ってなんかあの、ダイパの世界に飾ってあったとこありましたよね。なんだっけ、教会？そこにある絵のやつってことかな。もしかしたらダイヤモンドパールの世界って教会があるんですけど、教会に確かにその山と光の絵があるんだよね。裂け目、天眼山が光ってるように見える絵なんですけど、あれのことでしょうか。なんかあのコイキングの話しに行ったら何かを回収して帰ってきちゃったんだけど、あれ、女の子いない。あれ、どっか行っちゃったどっか行っちゃいました。あれ、はい、ということでコイキングの話からサザンカさんの絵のことになっちゃいましたね。気になる方はあのダイパー遊んでる方だったら教会の飾ってある絵見に行ってみてはいかがでしょうか。ちょっと私もね、後で見に行ってこようかなと思います。確かあの山があって、あの光がね、山のてっぺんにこう輝いてる感じの絵だった気がします。はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。まあ、せっかく取りに行ったコイキングだったんですけど、親分ポケモンは渡せなかったので残念でしたが、まだね、サブニームで
ポケモン見せてとか、くださいっていう任務もあるかもしれないので、親分も引き続きゲットしに向かおうかなと思います。それではまた、See you!